というわけでですね、おかげさまで無事に復活いたしましたよ <music> はい、申し遅れましたパーカッションの高文でございますはい。え、一体何のことかしらという方ですね、先週上げた動画をぜひ見ていただきたいんですけれども、えー、私ね、このタブラ、ダラブッカというね楽器を購入したんですけれども、えー、これがね、届いた時にはもう破損していた状態だったのを、えー、復活させた えまあ接着剤とおよびまあ簡易金継ぎっていう形でね金継ぎしてえ見事ね <laughs> 復活いたしましたのでえこれをね今回お披露目したいと思いますはい仕上がりこんな感じになっておりますこの金が乗ってるところが要するに割れちゃったところでえここを接着剤とパテで補修してその上から簡易金継ぎという形で 植物性の漆と金粉を塗って固めたという感じですね。で1週間がっつり乾燥させたんでもう完璧に乾いてます。さっき結構強めにねガリガリガリってやってみたんですけどこれ全く落ちないかなり頑丈な仕上がりになってるかなと思います。はい。でもう二度と壊したくないんでねこう表はこんな感じなんですけども裏は正直ね結構雑っていうかガッツリパテを残した。 ままま固めてみましたはい、いかがでしょうかこれ今、モニターで見て思ったんですけど、オレンジにチョコレートをかけて、金粉をまぶしたみたいなね、ちょっと高級なお菓子みたいになっております。はい。このね、画面がいいでしょ、この艶やかな。これはなんとね、エイです。魚のエイの皮でございまして、これがね、なかなかレアなんです。はい。 質感はねすすごい牛皮に似てますコンガの皮をすごいテンション高く張ったみたいな質感ですねで薄さは割とヤギ、えー、皮のように薄めなのでまあ僕の知ってる感覚で言うとヤギ、えー、皮と牛皮のちょうど中間といったようなね質感皮の感じになります結構ね湿度に 影響を受けるという話を聞いていたんですけれども意外とそんなことはないかなと感じましたね今外雨降ってて結構今湿度が高い状態なんですけども特に今ね何もせず今回結構チューニングが高いピッチが高い状態を保てておりますのでそこまで影響を受けないのかなと感じましたはいでこの本革のダラブッカっていうのはライトをねつけることができましてなんと はいこんな感じになりますかっこよくないですかやばくないですかこれはいライトつけるとねこの画面がちょっとオレンジがかってこのボディといい具合にマッチしているなんて素敵な楽器なんでしょうかこれ本側にライトを当ててるっていう方よくいらっしゃるんですけれども僕これずっとねおしゃれだからやってると思ってたんですね 演出でやってんのかなって思ってたんですけども、どうやら違くて、この本側の水分を飛ばすためにライトを当てている、まあ、つまり乾燥させている状態にしているってことらしいんですね。こう叩いている間にチューニングが下がらないようにライトを当ててるということらしいです。はい。でこれ見た目もそうなんですけども、音にね、すげえ魔力あるなと感じまして、この動画でね、どれだけ伝わるかわかんないんだけど、 いかがですかまあ本革ならではのねこのちょっとこう肉厚な感じ温かい感じプラスこの陶器のボディからなるですね独特の高音このアルミボディとはまた違ったねこの高音のノリがしてると思うんですけどもこれがねめっちゃ <laughs> エキゾチックですね。 はいすっげー魔力で、ね、なんかねこれ叩いてるとね気持ちいいんですよはいでこの楽器について知りたいという方もねもしかしたらいるかもしれないんでちょっと簡単に説明させていただきますけれどもこれっていうのはですね、えー、いわゆるドホラにあたりますドホラっていう、えー、ダラブッカーの大きいサイズですねこれがレギュラーサイズのダラブッカーでこれがソンバーティーというね ちょっと大きいサイズで、これはさらにでかいダラブッカですね。で、これメーカーはですね、ペルクッショ・ディ・デスカルガというね、デスカルガ・パーカッションっていう、これエスカルガって言ってる方いるんですけど、これ D は発音しないんですかねそれちょっと僕、にわかなんでよくわかってないんですけども、えー、ギリシャにあるね、えー、エル・グレコさんが作られている、この陶器のダラブッカのメーカーで、 このメーカーホームページとかあんまりウェブ上の展開をしていないのでですね、作ってんのかなと、えー、売ってんのかどうかわかんないといった状態だと思うんですけれども、Facebook にね、オーナーの方がいらっしゃってフレンドになることができました。はい。そしたらね、あ、これは10年前に僕が作った傑作だよと、マスターピースだよとおっしゃってまして、オーダーメイドで作っているらしいんですね、今は。なので、えー、注文してメールで頼んで作ってもらうと。 いった形になりますので気になる方はね是非フェイスブックで、えー、ペルクショジデスカルガで検索してみてくださいはい、ではなぜそもそも僕がこの陶器の楽器アルミのダラブッカとかソンバーティとか持ってんにもかかわらずこの陶器で本革の ホラーが欲しかったのか使いたかったのかっていうのをちょっとお話しさせていただければと思いますはいまず第一にですね好きなパーカッショニストたちがみんな使ってたからっていうのがありますこれでかいんですよねはいまあミーハーなんですけどもランニングリジャとかイタマールドアリとかイスマイリ・アルトゥンバッシュとかねえー、みんなねこの本画を使ってる動画とかを YouTube で見てあめっちゃかっこいいとめっちゃ音いいなと、えー、いうところでね一目惚れしてしまったわけなんですそしてこの形状ね このカーブがね、やばいと。まあこれやってる方ならね、これ見ただけで、このやばさというか、伝わると思うんですけれども、これがね、すっげー叩きやすいんです。なんでみんなこのぐらいのね、カーブにしないのかっていうところなんですけども、普通のダラブかソンバーティーをちょっと見てみると、 結構ねここが急になってるこの角度がね急なんですねその場でちなみにこんな感じねはいまあこれはこれで結構クリスプでいい感じなんですけどここがね結構急勾配でございますとでここがこうカーブがあってこの皮がねずっと伝ってると結構スイートスポットが広いっていうか この叩けるところがたくさん使い分けられるっていうのもありますし、単純にね、この上で、こうスプリットしたり、するのがむちゃくちゃやりやすいで。ちょっとマニアックな話をするとね、このダメン内で、こういう低い音、まあドゥーンっていうんですけど、ドゥーンっていうベースサウンドが、この指先で得られるっていうのはやっぱ本側ならではで、 プラヘッドだとね、ここまでのレスポンスってないんですよ。ちょっと硬い感じになっちゃうっていうかね。でこの音が出せる、これぐらいのレスポンスがあると、まあ、ダラブッカーに限らずね、まあ、例えばパンデイロやってる方、わかると思うんですけど、まあ、こういう動きで音が出せたり、フレームドラムのような、 えー、奏法も使えますし更、まあ、に言うとインドのタブラ、えー、のような奏法だったり、えー、さらに、ね、イランのトンバクっていう、まあ、ダラブカに似た形状の楽器があるんですけどもそういった奏法も使えるのではないかと思ったんですね。だからつまり、まあ、この アルミのボディプラヘッドのダラブッカよりもこちらの方が可能性が広いと感じております。はい。で、実際叩いてみてね、あすげえ使えそうだと、えー、今ね、感じております。まだちょっと技術的にね、まだ演奏で表現できないところは多々あるんだけれども、たぶんにね、えーまあ、他のパーカッション、フレームドラム、えー、タブラ、えー、トンバク、パンデイ色、まあ、それ以外コンガとかジャンベとかね、割とジャンベに。 サウンド近いかなと思うんだけれどももちろんねジャンベ的な、えー、プレイはいあとは僕は花本でやってるようなねルーディメンツまあドホラでこの断面のサイズが広いっていうのもあるんですけれどもやっぱスイートスポットがすごいね広いからこういう。 えーのにも反応してくれるっていうのがめちゃくちゃいいんでございますはいなのでねどうですか、まあ、これ見てね欲しくなってきたでしょみんなね <laughs> 今ね僕が可能性を一番感じている打楽器が、まあ、この陶器の楽器でございまして、はい、ちょっとこれをね今後研究してまたいろいろお披露目していきたいと思いますはい、はい、というわけで今回は無事復活したドホラのお披露目で ございました。はい。えー、まあ本当におかげさまで治ってよかったでございます。ので、みんなもね、もしこの、まあ、陶器の楽器とか何か物とかね、割れたりした場合は、その破損状態によってはですね、まあ、完全に元に戻せる、直、えー、せる場合もありますので、まあ、決して諦めずにね、えー、修復の方法を探してみるといいかなと思います。はい。こんな感じで、このチャンネルはパーカッションとパーカッションを愛する人の見えるために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄、再生リストからご覧ください。 また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様を大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方がいらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいて、メンバーシップ入っていただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いします。また、毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。